会話があるな。ここが夕の村か。日が出ているうちにつけてよかったな。エル様、お疲れ様です。今日はここで一泊することにしましょう。そうしましょう。今日はこれ以上歩けそうにありません。この村は温泉が有名らしく、立派な宿があるそうです。早速向かいましょう。お、そんな入ってるようなスチルが見れたりするかな。エルは息苦しくないのか。何のことでしょう。レクセスが四六時中隣にいたら疲れそうだなって。守ってくれているんだろうけど、ちょっとやりすぎじゃないか。そんなことはありません。レクセスの態度は確かに過剰な面があるかもしれません。しかし彼が私のことを守りたいという使命の表れだと思っています。私が病で身動きが取れなかった時も、彼は懸命にただ私のためだけに奔走してくれていたと聞きました。そのような経緯も含めて、私などのために尽くしてくれるレクセスには感謝してもしきれないのですから。そうか、変なこと聞いて悪かった。お互いにとって大切な人だったんだな。なんだかそういう関係って羨ましいな。はい、私も誇りを持っています。単なる主従関係というわけではないのですから。でも別に惚れてるわけじゃないんだよね。あ、また会話が。ライゼ様は本当にリアン様に似ていますね。ええ、雰囲気や性格は違いますが、顔はそっくりです。世の中には似た人が3人いると言われています。きっと神様が3人のうちの1人であるライゼさんに巡り合わせてくれたのでしょう。別邸を管理しているメイドのシェリーヌにもライゼ様を見せたかったですね。あ、シェリーヌもリアンと面識がありましたね。きっとあの子のことですから、ライゼさんを見たらリアン本人だと思い込んで大慌てになってしまうでしょうね。おそらく屋敷の皿が数枚犠牲になるでしょう。え、光景が目に浮かびます。他にもリアンと面識があるものはいたでしょうか。ディアナ様。ディアナ、彼女は今どこで何をしているのでしょうか。私も一目会いたかった。行方は知れませんが、エル様のことが伝わればいつかきっと戻ってきてくださいます。そうですね。ディアナ、再び会えた日には紅茶を飲みながら語り合いましょう。あの美しかった日々の思い出を。ディアーナって誰だ。で、宿屋に行くんだよね。上か、ん、どこだ宿屋。あ、ここか。でっけえな宿屋。人数分の部屋はあるか。一泊で頼む。はい、かしこまりました。当宿には天然温泉の露天風呂がございます。どうぞご利用ください。天然温泉、露天風呂、すごいな、楽しみだな。温泉、何かある、きっとある、特別ないいことが起こる気がする。マジ。私、共同の浴槽には抵抗があります。え、あ、混浴なの。個人用の内風呂も備え付けてあります。そちらをご利用になってください。助かります。ライゼ、貴様一瞬横島な考えを抱かなかったか。な、何のことだよ。邪念を感じたが、私の気のせいということにしておいてやろう。鋭い。日没までまだ時間はあるな。約束通り剣の稽古をつけてやろう。あー、なるほど。ここでまたなんか覚えたりするんじゃないの、奥義とか。うわー。おう、はあ、はあ、驚いた。ここまで飲み込みが早いとはな。レクセスの教え方がうまいんだよ。わかりやすいし、不思議と体もそう動けるんだ。普通、一日やそこらでここまで動けるようにはならない。まるで動き方を思い出したような、荒削りではあるが、リアンの動きに似ている。やっぱりリアンじゃないの？動きが似ている？リアンは本当に死んでいるんだよな。俺が記憶を失っているリアンである可能性は絶対ないと言い切れるのか？ありえないと言ったはずだ。ごめん、でも。リアンと最後に剣を交えた日のことは今でも鮮明に脳裏に映る。あの屈辱の日のことは、私のプライドを踏みにじり、そして自ら死に行くような行為をした奴のことを私は絶対に忘れない。未だに私は許すことができない。たとえ死者だとしても。いや、死者だからだ。もう永遠に奴の口から真意を聞き出すことは。何があったんだよ。何度でも言おう、
貴様がリアンであるはずがない。たとえどれだけ似ていようがな。余計なことを喋りすぎた。稽古に戻るぞ。複雑だなぁ。はっ、今だ、続けざまに切れ。うおー、続けざまに切れ。もしかして連続攻撃できるようになる？連続で立ち回れた。それがデュアルアクトだ。習得できたようだな。今は成功率が低いかもしれないが、修練を積めばより高い確率で連続攻撃できるようになるだろう。やった！ありがとう、レクサス。礼を言うにはまだ早いぞ。日が完全に沈むまでは引き続き特訓だ。最後まで気を引き締めてやるぞ。お願いします。すげえ、パッシブスキルデュアルアクト。低確率ね。ここ重要だからね、低確率。ライゼの各種ステータスが10上がりました。わ、すげえな。う、疲れた。俺、剣で戦うってこと、その本当の意味を初めて理解できたような気がするよ。今までは単純にがむしゃらに振っていただけだったんだな。君には腕力があるからこそ、それだけでも戦えていた。しかし、高みに登るためにはそれだけではダメだと気づけただろう。あ、痛いくらいに理解できた。できることならこのままレクセスの下で剣を学びたいと思ったくらいだよ。すまない、それはできない。私にはやるべきことがあるのでな。だがそれは君も同じだろう。俺にもやるべきことが、そして仲間が待ってる。今日教えてもらったことは一生忘れないよ。では宿屋に戻ろう。せっかく露天風呂があることだ。汗を流してしっかりと休むぞ。別にこいつらのスチルでもいいよ。ないかな。うん、なんか違う。温泉は温かく、修行で疲れた体を癒してくれる。でもそれだけじゃない。こう、温泉ってもっと楽しいことが起こる、そんな場所な気がするんだ。それが野郎二人で湯に浸かるだけって、そう、なんかスチルが欲しかった。貴様、また横島な考えをしていないか。残念。あー、なんか動けれるな。社会的に死にたくない、やめておこう。あ、こっち女風呂。へえ、もう行けないの、こっちに。いいお湯だった、今日はもういいかな。あー、なるほど。こんなところで何をしているんだ、ライゼさん。部屋にいても暇なので少しお話ししませんか。いてててて、さすがに一日で無茶しすぎたかな。体のあちこちが痛むぞ。大丈夫ですか。レクセスが張り切りすぎてしまったようで。いや、剣を教えてもらえて助かったよ。言われる通りに体を動かしたら自分でも驚くくらいに良くなってさ。あんなに熱心に見てくれるとは思わなくて意外だったな。彼が熱心だったのはきっと、ライゼさんの剣を振るう姿にリアンを重ねてしまうからなのでしょう。そんな感じはしていたよ。レクセスにとってリアンって人は存在が大きかったのかな。レクセスとリアンは兄弟なんです、やっぱりね。え？血のつながりもありますし、その、どうしても意識してしまうみたいなんです。そう、だったのか。兄弟なら弟の面倒を見るような気持ちだったんだろうか。俺にもユートっていう弟みたいな存在がいてさ、村で剣の稽古一緒にやってたよ。そっか、そういうことだったのか。謝らないといけないと考えていたところだったんです。謝る？何を？私たちはライゼさんにリアンの姿を重ねてしまっています。それが失礼なことと分かっていても歯止めが効かないくらいに。迷惑ですよね。ごめんなさい。ただ似ているだけ、それだけなのに。別に気にしていないよ。それより俺、リアンって人のことが気になるんだ。俺なんかでよければいくらでも姿を重ねていいさ。その代わり、リアンがどういう人だったのか教えてほしい。俺にそっくりだった人、興味があるんだ。ライゼさん、ありがとうございます。私は家柄の都合で彼と幼い頃から共に過ごすことが多かったのです。幼馴染とでも言うのでしょうか。
レクセスが私に仕えているのも家柄の都合、しきたりのようなもので、リアンが死ななければ私に仕える役割はレクセスではなく彼が担っていたかもしれないのです。付き人？執事になるしきたり？想像がつかない話だ。ベルンディアの風習は変わっているんだな。ええ、すべてはそのような血筋のもとに生まれた責務でした。リアンは私たちにとってとても大きな存在でした。誰よりも責任感が強く、真面目で、常に自分を律する人でした。彼の剣術も日々の訓練の賜物だったのでしょう。国内で彼にかなう相手はいないとまで言われていました。自分に厳しい一方、彼は病弱の私のことを気遣い、常に優しく接してくれました。彼はそう、一言で言うと完璧でした。一寸の隙のなさに目がくらむほどに、少なくとも私はそう感じていました。思っていた以上にすごい人だったんだな。見た目が似ているってだけで俺とは大違いだ。リアンがなぜ死ななければならなかったのか、今でも理解できない部分が多くあります。彼と最後に会ったあの日のことは、今でも鮮明に覚えています。彼は私にこう言いました。私はあなたの剣として生きてきました。しかし、その使命を全うすることはできませんでした。不肖な私のことをどうか許さないでください。そして忘れてください。と。そう言い残して、彼は私たちの前から姿を消しました。彼の訃報を聞いたのは半年ほど後のことです。今でも私は彼の死を受け入れることができません。半年ほど前って言ったら、まあ、ちょうど重なるわな。ライゼさん、私には夢があります。彼の死を無駄にしないためにも、私には叶えたい理想の世界が。ライゼさん、差し出がましいお願いであることは重々承知です。どうか私たちと共にベルンディア王国へ来ていただけませんか？待遇は保証します。私はあなたにそばにいてもらいたいのです。レクセスだってきっと。ごめん、それはできない。俺には俺のことを待ってる仲間がいるから。そうですよね。でも旅に区切りがついたら必ずベルンディアへ行く。君やレクセスにもう一度会いに行くよ。だからありがとうございます。約束ですよ。もちろん。遅くまで付き合わせてしまってごめんなさい。部屋に戻りましょう。首都まであと少しの道のりですね。寂しいですが、もう少しの間よろしくお願いします。あー、なるほどね。また夢見るんじゃねえか。明日には首都に着けそうだな。みんなと無事に会えるといいけど。エルたちにお世話になったお礼、何かできないかな。そうだ、首都に行ったら。拾った希少石でアクセサリーをなんか渡すみたいな。なんだなんだ、なんか光ってるぞ。違います。彼はリアンではありません。あの人は死んで、長い月日が経っています。はい、はい。でも、ごめんなさい。これ以上彼について話したくはありません。いいえ、ですから。誰と話してんの？つか誰と交信してんの？すみません、体力を消耗しますので失礼します。仮面の男か、もしかして。はあ、疲れました。どうして急にあの方はリアンのことを？リアンはもうこの世界にいるはずがないのです。だから。エル様、こんな場所にいらっしゃったのですか？どうしたのですか？怖い顔をして。考え事をしていまして。エル様、王国に帰りましたら、すぐに我々の婚姻の儀をあげましょう。え、あ、そういう仲だったの？その話はまだ先の約束では？焦らなくても、私はあなたと。状況が変わりました。一刻も早く行うべきかと。これからは王国内だけではなく世界に向けて動かなければなりません。その際に私の立場を明確に示す必要があるかと。それは急いでるなあ、ライゼを見たから。奪われるんじゃないかと思ってんじゃないの？理由はそれだけですか？いえ、政治的な理由など本当はどうでもよいのです。私のエル様を守るという意志を、誓いを形にさせてほしいのです。
あの男のように裏切るような真似は絶対にいたしません。私は死にません。永遠にあなた様の剣です。この身も心もすべてあなた様とその高潔なる理想のためにですから。王国の再興および私の目覚めはあなたの働きがなければ叶わなかったでしょう。久年の尽力感謝しています。そしてこれからもその剣で私に永遠を見せてください。レクセス、共に歩み築き上げましょう。美しき理想郷を。理想郷とかちょっと怪しくない？大丈夫？愛しております、エルメルディア様。エルメルディア。なぜ人は死んでしまうのでしょうか。私は悲しみのない世界を作りたいのです。そう、死の悲しみのない永遠の楽園を。うわー、それちょっと方向性間違ってないか。おはようございます、ライゼさん。おはよう、ライゼ。昨日の疲れは残っていないか。温泉のおかげでバッチリだ。問題ないよ。では早速首都へ向かうぞ。村を北に向けて抜け、大陸の中央に向かって歩けばすぐに着くはずだ。うん、おお、なるほどね。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。次回はその首都に向かうところからだね。よかったら次の動画も見に来てね。バイバーイ。